皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。まあ、前回のね、左手のこの押さえには5つのプロセスがあるという、まあ動画を作りまして、まあ、その動画の最後でですね、次回は右手のお話ししましょうかねなんて言ってたんですけども、ちょっとですね、私最近右手のですね、弾く方の手ですね、弦を弾く方の手の中指の爪をちょっとですね割ってしまってですね、ちょっと申し訳ないんですけども、右手のね、タッチのことに対しての、動画っていうのはちょっとしばらく作れないからということで、ちょっとお待ちいただきまして、変えると言っては何なんですが、まあ、こちらの方が業界的には秘密なのかな。まあね、世間でよく楽器の良し悪しなんていうことを言いますし、YouTube にも、どういう楽器がいい音かとかってこと書いてあるんですけども、結構、楽器の良し悪しとかね、音の良し悪しって、主観的なことがすごくあって、なかなかねどれがいいって簡単に言えないんですよ。なもんですから、私もこの YouTube にこう動画を上げるときいつも気をつけてることが一つありましてね、まあ、大体誰でも納得していただけるというできるだけ公平というか公正なね、データというか、もちろん私の、大体経験を通してということでして、サイエンスがかっていやここで数値を出してなんてことはちょっと僕もできないので、あくまでもギタリストであり、ギター制作を勉強した人間としてですね、あと、もちろん皆さん YouTube を見られている方のほとんどが素人さんというか、ね、趣味でギターやられている方ということだと思いますので、誰でも分かりやすいようにということでちょっと、ギターの音についてね話を今日はしたいと思います。はい。でですね、今回ちょっと、以前にもギターの音について動画を、探しておけばいくつか出てくると思うんですけども、ギターのですね、構成音、私がこれ名付けた構成音、ギターの音なんですけども3つございましてですね、ちょっとここに出しましょうかね。はい。まず1つ目はですね、きなりと言います。これは木をたわませることによってなぜかわからないんですけど音が大きくなるという、現象がございましてですね、これをギターは使っていますよという、ことが一つですね。で、二つ目にですね、ギターにはこの、箱がございます。これ箱があることによって、この箱特有のですね共鳴周波数っていう、その良くなる周波数っていうのがありまして、この周波数に近いところの音が鳴った時にはボワーンとこう音が大きくなって出てくるという、一応箱のその、クロムヘルツの、共鳴箱だったかな、なんかそういうタイトルの、一応これもまた物理現象がございまして、それをもちろんギターが取り入れていますというお話なんですね。で、今日はですね3つ目に紹介します地鳴り。地鳴り、これ誰も他の人いませんので、楽器屋さんですとか制作家さんに、いや地鳴りがねあって言われてもちょっとなかなか通じないと思うんですけども、今日はでもその地鳴りの実態をね、いくつか例を挙げてお見せしたいと思いますよ。はい。ではこれから、地鳴りのことについて解説をしていきたいと思います。皆さんこちらにね、2台の楽器のこの裏板を今ご覧いただいているわけなんですけども、こちらの今ね私の左手の方に持ってる楽器、こちらはシープレス糸杉の材料になります。で、こちらの私の右手の方に持ってますギターは、これ教室の貸しギターなんですけども、インディアンローズウッドという素材になってますね。で、これどちらの材料がいいとか悪いとかそういう話じゃなくて、これ実際のところですね、測ってみると決定的に材料の重さが違うんですね、実はね。はい。密度って言ってもいいのかもしれません。質量って言ってもいいのかもしれません。我々ギタリストですとか、ギターの制作を勉強する人間というのは、超アナログですので、そこをフィーリング感覚で捉えるわけなんですけども、重さだとか比重みたいなものは数値化できるので裏切りませんよね。はい。どちらがいいかは別として、自分が好みの楽器、ね、求める音っていうのはどういう音なのかって言っとった時にですね、軽い素材を使っていった方が自分の好みに合うのか、もしくは重たい方の素材を使っていった方が好みに合うのかということで、そのね材料の違いによるその音の違いっていうことに、事前にちょっとこう知識があれば、皆さんもこれからね楽器選びの時、もしくはちょっとこれから細かいお話しますけども、ちょっとした改造だとかね、調整を制作家さんにお願いする時にも、より自分の好みによったですね
調整ですとか楽器の仕立てなんかができると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ではですね、今回の動画はちょっとできるだけマニアックにいきたいと思いまして、もうギターしまってしまいました。はい、ギターをですね、これから作りますよっていう段階の材料の音の違いを皆さんに聞いていただこうと思いまして、今こちら手にしておりますのは、これギターの表面板に使われるのと同じ、材料ですね。これはスイス産のスプルス、松の木になります。はい、でこれはですね、大体厚みも大きさも同じですね。でこれな、どういうふうな比較をしたいかというと、これ面白いですよ。仕入れ先は同じなんですね。まあ、同じ材木屋さん、その山を持ってますという材木屋さんから買った、材料です。ちょっとね、伐採の年、年はちょっと違うようですけど、まあ十分どちらも そこそこ乾いてる材料ですし、そんなに5年10年と差があるという材料じゃないです。まあ大体ほぼ同じ材料だと思ってください。同じ、なんていうんですか、大きさで大体同じその時期に伐採された、木だと思ってください。ただ違いはですね、私が右手で持ってるのはマスターグレード、もう本当にね、年間 2,3 枚しか買わせてもらえないっていう材料なんですよ。でこちらの左側の材料はですね、まあ、その同じ材木問屋さんで一番安い、ランクの材料になるんですけども、まずねちょっとこの材料の違い、ちょっと今アップでご覧いただきましょうか。まずこちらが A の素材の、松ですね。これね、一番下の材料といってもね、そんなに悪い材料じゃないですよね。結構目はまっすぐですし、そもそもすごく白い木ですね。なんか綺麗な木です。はい、スイス産だそうです。で、こちらが、マスターグレードになりますね。はい、でしかもこちらはベアクローっていうのが少し入ってます。ちょっと白くね、斜めにこうね、本当にクマが引っかいたような爪のような感じにこう見えるんですけど、キラッと輝くものがあると思います。はい、これはマスターグレードの木ですね。はい、両方並べましょうかね。このような感じになります。決して A が相当悪いってことはないんですけども、こちらマスターグレード見てしまいますと、やはりこちらが目が断然詰まってるかなっていう感じはしますね。はい、まあ、同じ山でもやはり切り倒すね、切り倒した多分木の、多分場所によって多分そのやっぱ成長の仕方が違うので、マスターグレードの方がより多分厳しいところで育った多分材料で、徳の高い、まあよくスペイン人なんかノーブレって言いますけどね、高貴でノーブルな材料っていうふうなことだと思いますね。それは言えると思います。さて、じゃあこの A ランクの材料とマスターグレードの材料ですね、どのぐらい音が違うのかっていうのはちょっと聞いてみたいと思います。はい、でですね、まず取り出したのはですね、これ以前別の動画でもちょっと使ってますけども、これオルゴールのマッシング部分ですね。これちょっとギリギリ巻きまして、これから私黙りますね。まず A ランクの方の、材料の上にちょっと置いてみます。まあ、音楽聞いてください。いかがでしょうかね。はい、全然オルゴールとして全然成立するぐらいの、音のクオリティはもちろんあると思います。これは高い木ですからね。スイス産の材料ですので、一応 A ランクといえども、その辺のベニヤでね作ったようなオルゴールケースとはちょっと違いますね。はい、で次にこのマスターグレードの方に置いてみましょうかね。黙りますね。ということで皆さん、いかがでしょうかね。違いの方を聞き取っていただけましたでしょうかね。まあ、マスターグレードの方がやはり音が密というか、そうですね、まあ、それこそ業界でいうとこのより芯のある音っていう風な感じがしたんじゃないでしょうかね。
やはり値段が高い貴重な材料なだけのことはあるような気がします。はい、ですので、予算に余裕があって材料が選べますっていうことになれば、やはりより良い材料の方の表面板のね、材料を使った、この松の木なり杉の材料もそうだと思うんですけども、を使っていただいたら確かにその分の価値はあるのかなと思います。はい、こちらのね、 A ランクの材料が悪いというわけではないですよ。これね、今伐採してから、こっちは2010年、こっちが2008年ということなんですけども、これがまた10年20年と経っていけば、松っていうね、材料なんですけど、だんだん褐色を帯びてくるんですけどね。そうするとまた音色がガラッと変わってきますので、A ランクの方のね、材料であってももっともっと多分楽に音が出せる楽器になってきますので、ね、必ずしも A ランクの楽器が悪い楽器だとあんまり皆さん思わないでください。やっぱり弾き手がね、ちゃんと楽器から音色を引き出すっていうことが一番大事ですから。ただやはりノーブルな材料はノーブルな音がするっていうのは事実だと思います。はい、皆さん、次はですね、指板の材料をちょっと用意しましたよ。ね、指板っていうのはちょうどこのギターのここの部分になりますけども、そうですね、業界のというか市場のですね、大体10万円強ぐらいの、新品にして10万円強ぐらいの材、あの楽器からこちらの、エボニーね、黒檀を使った指板が大体使われていると思います。で、そうですね、あとはね、ちょっと私が大体弾くようなちょっとマニアックな古い戦前の仕様をね、真似たような楽器なんかをですね、今作りますと、ちょっとやはりハカランダという材料が今こう使えないので、よくこの代替で使われる材料なんですけど、これね、マダガスカルローズウッドって言いますね。今回ちょっとこちらの黒檀とマダガスカルローズウッド、こちらの2つをちょっとね、用意しましたので、音を聞き比べてみてください。で、重さはね、明らかにやはりエボニーの方が大きいですね。これは仕入れ先同じなので、大体サイズは同じように切り出されてますので、とりわけどちらが大きいから重たい軽いとかってことはないですね。明らかにエボニーの方が重たいですね。はい。で、重たい材料をこう叩いた時にどんな音がするんでしょうか。ね、やはり重たい材料ですので、素材自身があんまり振動しようっていう感じはないですね。すぐ音も消えるんじゃないかなと思いますね。衝撃音がカーンとなって終わりっていう感じですね。はい、で、こちらの、マダガスカルローズウッドね、エボニーと比べれば若干軽いということなんですけど、どんな音でしょうか。若干の黒檀に比べればやはり柔らかい素材なので、少しやはり音がね、先ほどのカランカランというよりももうちょっとストーンが落ち着いた感じになって、やっぱり逆に若干余韻が伸びたんじゃないかと思います。で、そうですね、素材を叩いた時のやっぱり音の大きさという意味では、マダガスカルローズウッドの方がちょっとね、やはりこうマリンバをね、聞くような、そんなちょっとこう独特のこの、音にね、こう雰囲気がありますよね。その辺、エボニーっていう材料、あんまりキャラクターがないというか、すごく音が、それ自身が締まってるという感じでね、ちょっと独特ですね。もうクラシックギターの、先ほど言いましたようにね、10万円強ぐらいから、もうほぼこちらの材料ですので、マダガスカルローズウッドの指板を探すとかね、今ちょっと難しいですけども、でもそういうふうに材料が違えば音が変わってくるということで、ちょっとね、覚えておいてください。で、次はですね、ちょっとマニアックな部品のちょっと紹介をしたいと思います。はい、ここに4つ並べて見ましたけども、これはギター用のですね、ナットになります。指板の上についているね、小さな部品ですね。はい、で、これをですね、先ほどちょっと紹介しました、硬いエボニーの上に落としてですね、音を聞いてもらうことで、ちょっと地鳴りの違いっていうものがね、皆さんちょっとご理解いただければと思うわけなんですね。
はい、じゃあですね、まずちょっと値段順にってわけでもないんですけど、ちょっとね、皆さんにご理解いただきたい順番、ご理解しやすい順番ね、ちょっと紹介していきたいと思います。まずはね、こちらですね、これ、映るかな。ね、これアリアっていうメーカーありましたね、新井貿易さんがやってるね、ギター。これのね、安い方の楽器、まあ、安いって言っちゃうとあんまり良くないですね。だいたい5万円ぐらいとか、ね、あんまり高い楽器じゃないですね、クラシックギターとしてはね。はい。で、そのぐらいのランクにつけられているナット、そのまま部品としてたまたま僕持ってたので、ちょっと紹介したいと思います。これは樹脂製ですね、人工樹脂で、まあ、決して悪くはないですよね。でも、ちょっと他の材料と音は違うっていうのは、ぜひちょっとこれ聞いていただきたいなと思います。ね、ちょっとカラーンとなりますね。ね、少し軽めだと思います、材料が。で、これでもね、入門用の楽器としては決して悪くないですね。削りやすいんですよ。調整がすごくしやすいので、非常に作業性が高い材料ですね。はい、決して音がそんなに悪いってこともないと思います。はい、で、次に紹介しますのが、まあ、一番一般的な牛骨になります、牛の骨ですね。ちょっとカメラでどれだけ素材の感覚が伝わるか分かりませんけど、こんな感じですね。これもちょっと部品として買ったものです。はい、溝が掘ってあります。はい、ちょっと落としてみますね。どうですかね、かなり先ほどの材料と比べると音がちょっとデッドな感じしますよね。その分ね、やっぱり音が落ち着きますよね。聞いてみましょうか。先ほどの人工素材ですね。音軽いですね。で、こちらの方が重たくなってると思います。はい。で、まあ、これが牛骨、一番あれですね、楽器によく使われている材料の音です。はい。で、次はですね、先ほどのようにちょっと人工素材なんですけども、これはわざとちゃんと買わないと使われてないようなっていう材料ですね。これはタスクという新素材ですね。これはメーカーさんの謳い文句としては、なんか人工造毛 造毛みたいだよっていうね、ことなんですけども、本当に人工造毛っぽいんです、まあ造毛っぽいんですかね、音がね。ちょっとね、この音聞いてみてください。これね、なんか備長炭の炭がね、転がったような音をするんですよね、カリンと。ですからこれ結構シャープな音がします。で、このタスクって素材なんですけど、白と黒がこうありましてね、ちょっと今日は白は用意がないんですけどもね、白はもっとカランとなるんですよね。ちょっと色によってね、タスク音は違いますよ。こちらの黒はね、なかなか面白い素材だと思いましてね、これストック持ってるんですね。これはキラッと出るのと同時に、割とね、低音もそこそこ出てくれますね。なかなか面白い素材ですね。明らかにちょっと個性的な音だと思います。はい。で、最後にちょっと紹介しますのは、ちょっと番外編なんですけども、これね、私がたまたま東急ハンズにね、行った時に、材料売り場で見つけた象牙の端材ってやつですね。で、ちょっと完全に同じサイズにはちょっとできなかったんですけども、先ほどからずっとテストしてるそのナットの、材料に、まあ、できるだけ素材の大きさを合わせておきました。はい。で、まあ、これ象牙って今もね、使っちゃいけないんで、基本的にはね、制作家さんですとかではなかなかこれ、まあ、材料として持ってないですし、仮に象牙のナットをつけますよ、サドル作りますよって言ったら相当高いお値段しますね。で、まあ、これ実際音がいいか悪いかちょっと皆さんの判断に委ねるとして、まあ、こんな音がします。聞いてください。ね、これね、結構音重たいですね。ちょっとその素材の性質が近い、ちょっと牛骨と比べてみましょうか。牛骨ですね。こちらが、象牙です。
牛骨、上下、牛骨、上下、いかがでしょうかね、違い分かりますかね。やっぱりちょっと象牙の方がより重たく出てると思うんですよね、音がね。まあそれがどういうふうに弦の音というかギターに反映していくかっていうお話になるんですけども、やはり重たい、素材ということで、まあ、これ先ほどちょっと切り出したんですけど、やっぱすごく硬いですね、象牙ね。はい、牛骨に比べると。ですので、まあ、やはりその分だけね、重たい音がすると思いますね。はい、どれがいいとか悪いとか言いません。まあそこはもう好みの問題っていうお話です。ただ明らかに音は変わりますですね。はい、ということで、ね、ちょっと4つ紹介しました。もう一回聞いてみましょうか。これ結構手軽に音を変えられるという意味では面白いですよね。もう一回いきます、ね、アリアの人工素材ですね。象牙ですね。あ、ごめんなさい、牛骨ですね。で、タスクの黒ですね。で、最後に象牙になりますね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。材料による、ね、音の違いっていうのは感じていただけましたでしょうかね。はい、で、まあこの地鳴りという、まあ、私が定義した要素なんですけども、まあその地鳴りの要素をね、できるだけふんだんに使って作っ、まあ、持ってですね、楽器を作るとどうなるかって言いますと、まあそうですね、重たい楽器の代表格でいきましょうかね。まあやはりフレタですとかね、スペイン製の楽器になりますけども、あとはあれですね、オーストラリアのグレッグ・スモールマンとかね、もうあの辺はもうギターっていう箱の中に何仕組んでん、仕込んでんだっていうぐらい、ちょっとひょっとしたら鉛みたいなものも入れてるかもしれません。はい、というぐらいね、地鳴りの成分をガーンと上げて楽器を組んでたりします。で、この地鳴りが増しますとね、まあ、どういうふうな音になるかってことになるんですけども、まあ、その重たい素材を使うことで、あとまあそのいった重たい素材をよりこうふんだんに使うということになっていきますと、地鳴りが増すってことで音がね太くなるんですよね。存在感が増すと言ってもいいんでしょうかね。まあ、そこを期待してまあ、そういった地鳴りがね強い楽器をご所望される、まあ、ギタリスト、まあ、制作家さんは、まあ、そういったその地鳴りのパラメーターを重たい材料を使うで、なおかつそういった重たい材料をふんだんにこう楽器にこう、ね、仕込んでっていってですね、一台の楽器を組み立てていくわけですけども、まあ地鳴りが、豊かな楽器っていうのは一つ弱点が、まあ、一つ二つ弱点が逆にありまして、まあ、存在感が豊かな分だけね、実はちょっとこう音が遠くに飛ぶという意味ではですね、あまり良くないんですよね。はい、まあ、分離ですとかその音の通りに関してはこの地鳴りの成分があまりも上がりすぎてしまいますとちょっとねいまいちなんですよ。はい、ですので、まあ、皆さんね、その近場で大きな音がすればいいですとか、分離よりもやはり音が、ね、太く甘く出るといいとかっていう方には、その地鳴りの成分が強い楽器をね、見つけられたらいいんじゃないかなと思います。で、逆にやっぱり伝統的なね、スペインの古い楽器のような音を求められる方は、ちょっとまあ軽めの、相対的に軽めの素材を選んでいただく、ね、でやはりその部材をあんまりこうコテッと盛らないで薄く最小限のサイズで組んでいくとかっていう風にしていくと、まあ、そういったその音の抜けが良くなる、まあ、アンサンブルしてても埋もれないとか、あとはその音が遠くに飛ぶ、あとは分離がいいとかっていう風になってきますので、まあ、こういう風にね一応その地鳴りをねふんだんに使えばそうなるし、地鳴りを抑えていけば逆に別の成分が上がってくるということで、まあそのねギターの音の良し悪しってやっぱそのバランスをどこに求めるかっていうのが、まあ人それぞれなもんですから、これが絶対楽器ですとなかなか言いにくいところがあるんですよね。はい、でもまあ今回のビデオ、まあそのね地鳴りの判断のね、一つになればね、幸いでございます。はい、ということで、また今回もちょっと長々とお話ししましたけども、次回はねちょっとまた別の切り口でギターの音についてお話をね、したいと思います。はい、では皆さんまたお会いしましょう。アディオス、アスタレゴー。